え、何？じゃあ今から抜き打ちカバンの中身チェック。今日のレイラとセイのカバンの中身は大丈夫かな？ちょっと何も抜いちゃダメだよ。何も抜いちゃダメだよ。え、多分大丈夫だと思う。はい、じゃあまずカバンはこちらです。まあピタパですよね。電車乗るときに使います。これはもう絶対入ってます。そうだね。はい、じゃあ次いきます。抜けすぎて言葉が出てこない。はい、財布です。これも絶対入ってます。そうだね、そうだね。はい、スマホです。スマホもどのカバンにも入ってます。3つとも普通これはもう完全にどのカバンにも4、5回聞いたけど。グミ美味しい。これグミ美味しい。これは今日だけ、多分今日だけ、パンパン、全部荷物パンパンでこれ入るから入れました。はい、次はミンティアも結構好きです。次はゴム、クシ、これはもう前髪命なので。次は香水ですね。ザラのちっちゃいやつ、お友達とお揃いです。おー、いいね。はい、でもそういうの持ってる。これすごいよね、ちっちゃくて便利なんで、おすすめです。はい、じゃ次はリップ。じゃ次は目薬ですね。以上です。特にゴムとか入ってます。そうだね、よかった。抜き打ちだからね、抜き打ちなかった。セーフ。はい、では次で選びます。ちょっとね、自分も何入ってるかよくわかんないので、こんな感じ、ちょっと汚いけど、ぶち込んできました、今日。で、スマホ。かわいい。スマホ、イエーイ。ミプラザで買いました。これは、ヘアメイクさんから、みんなにということで、ホワイトデーでいただきました。ありがとうございます。はい、じゃあ次、マスク。マスク入ってます。財布、かわいい。財布入ってます。イヤホンもね、大事です。はい、次消毒ティッシュとハンカチ。わー、女子力高。女子力。イエイ。で、一応大きい方が終わりました。すごい、めっちゃ入る。これそう、めっちゃ入るね。すごい。ただね、ここですね、問題は。ちょっとね、いろいろぶち込んできました。いつもはポーチとかに入れるんですけど、いつもは抜き打ちなんです。そう、ポーチとかに入れるんだけど、今日はたまたま時間が調査しか。はい、まず保湿のリップですね。はい、これは AC。 はい、次リップ2本持ち歩いてます。次カラー、かわいいカラーと前髪が伸びてきたので持ってきました。で、こちらのビューラーもぶち込んでおります。じゃあ次はじゃん、モバイルバッテリーでございます。これね、ライトがつくんで、すごい、大丈夫かな。はい、はい、すごい。はい、じゃあ次に、じゃらーん。じゃらーん。後ろそのそう、このままね、今日だけ。今日だけ。いつもは縛ってます。そうだよ、勘違いしないで。はい、次じゃん、ハンドクリームです。卵みたいな形、かわいいしてるハンドクリーム、お友達からもらいました。で、ラストです。ラストはじゃーん、クシ。やっぱね、命が大事。命も大事。命も大事。だけど前髪も大事。前髪も大事。よくそうだよね。
気持ちも大事です。そう、ここ大事です。オッケー、以上です。よくわかりませんが、はい、でした。はい、ということで、どうでしたか。抜き打ちでした。抜き打ちでしたね。次はね、他のメンバーの抜き打ちのカバンの中身とかもね、見れたらいいなって思ってます。ちょっとね、私たちだけじゃちょっとね、腹立ちます。なんですか。はい、それもお楽しみに、はい、ということで、はい、もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知をよろしくお願いします。バイバーイ。